こんばんは、ジェイドサトクリフです。この動画は依頼された LINE スタンプを作っていく動画です。では今回も始めていきましょう。はい、では続きをやっていきましょう。前回これでしたね。で、デフォルメのこの素体をいつまで使うかっていうところやったんですけれども、今回も何も準備せんと録画し始めてしまった。今日使う素体はこれです。これと、あともう一つ、これが18個目で、19個目までは、何だったかな、スーパーデフォルメポーズ集の素体を使っていきます。で、もう一個使いたいのはあるんですけどね、それうまいこと表現できないんで、使わない予定です。使いたいんですけれども。で、はい。カチカチうるさいですね、すいません。何の準備もせんとね始めてしまったんで、これで準備が整いました。ホルダーのね選択とか最初のうちにやっとかないとね結構めんどくさいんで、どうしましょうかね。まあ、とにもかくにも書いていきましょうか。こんな感じ。大きい。そう、あのね、サイズがね、合わないんですよ。これ書いてるときはね、かなりちっちゃい絵なんで、日頃描いてるやつのサイズにすると筆というかこのなんていうんやろ、この広さのことがね合わないんです。でそれを忘れて準備すればいいやんって話なんですけどね、それができないんがデフォルメの能力だと思っといてください。デフォルメじゃデフォルト、ひどいな言葉が。よいしょ。さあ、どうかなんとか言いつつも、まあやっていかないとね。もうねこの依頼受けてだいぶ経つんでね、はよ仕上げたいんですよ。ちなみにね、この動画を見ている限りでは。まさかと思うかもしれないんですけど、次の依頼も来てるんです。次はスタンプじゃなくてね、ちょっと違う種類の感じなんですけど、まあ前にもお伝えしたと思うんですけど、期限をも作らないっていうのが基本的な僕の依頼の受け方ですね。お金もいらんし、リテイクも何回でも受けるけれども、今回のスタンプとかは違いますよ。ちょっとふざけて作ってる部分があるんであれですけど、ちゃんと依頼された絵はリテイクも受けるし、やり直しもするし、相手の要望が納得するまでをある程度ね、延々にじゃないです、永遠にではないです。もうあんまりにも自分の絵が気に食わんっていう方に関しては違う方にお願いしてくださいっていう時も今までないですけどね、あんまりひどければ、そればっかりにも時間費やせないんでありますけど、そうなんですよ。実はもうすでに次の依頼がよいしょ来てるんです。
なので早くこれを仕上げたいんですけれども、マインクラフトを買ってしまったんで、する時間がない。これね、あれなんですよ、僕これで別にご飯を食べてるわけじゃないんで、こんなことが言えるんですよ多分。イラストで絵を、イラストでご飯を食べてる方、絵とか漫画とかそういう、まあ僕らの普通の仕事でもそうなんですけど、期限っていうのがね一番のネックになってくるんですよ。そのクオリティが高かろうが低かろうが期限に合わせるっていうのが一番僕の中ではネックになりやすい。適当でね上げてしまうことはそんなに難しくないんですけど、商品とか作品なんで残るじゃないですか。でまあこうやってネットに上げてるっていうのもあるんですけど、残ってしまうとね後で見返すこともあるじゃないですか。でそうなってきた時にあんまり適当にやりすぎると後悔の念が入っちゃうんで、でそういったのをなくすためにある程度はやっぱり自分の中でね最低限のルール的なものは守っていかんとっていうのがあって、で食事じゃない、もう全然喋れてないな今日。これでねご飯を食べてはる人とかやったら、さらにその一定のクオリティを絶えず、なんていうんやろ、持ち続けるっていうんと、一定のクオリティを絶えず持ち続けるっていうんと、一定のスピードを絶えず保ち続けるっていうのが多分プロの方のねお仕事の要点にもなってくるのかなと思うんですけど、僕はね、プロじゃないんでね、そういった意味では。こういう絵に関しては。別の仕事?普通のサラリーマンなんで。よいしょ。目はこう。どっちかっていうと、こう。こんな感じかな。よいしょ。ちょっとちっちゃくして。はい。ね、ほっぺたのペッ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 っていうのは後で描いていきましょう。さて、だいぶ喋ってるな。グダグダですけど、そろそろ録音のリミットなんで、早送りにします。
はい、あとはこのここだけですね。シャッ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 ってやつ、擬音語が多いってたまに怒られるんですけどね。よいしょ。さてどんな感じでしょう。素体を外すと、あ、いいですね。こんな感じです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画をでまた、次回の動画をまたお楽しみください。今回作成したスタンプや以前に作成したスタンプの URL は下の概要欄に貼っておきます。そちらもチェックしていただけると嬉しいです。最後にチャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。